葛城の神社は、福岡県築城郡築城町内西へにある、明見宮である。雨のノ主の神、高見結び神、神結びの神葛城神社ご遺書によれば、1076年に、葛城山さんの天候の峰に向かって三つの大きな星が、明るい光を放ち降り注いでいくのを村人たちが、発見し、村人たちがその方を見に行くと、光り輝く童子が現れて、 両権三神を建て祭る三殿の祠を、縦崇拝すれば、郷里繁栄五国宝城となると、お告げをした。そのお告げを受けた村人たちは、皆で力を合わせて、葛木の山天高山城に祠を建てたのが、葛木の妙剣宮の創建と記されている。後に、天皇の峰より、現在の地に移されたが、今も、天皇の峰には、創建時の祠の跡が残されており今も、 新域とされ信仰されている。現在の境内は神聖な池の前に立ち、昔は池の真ん中を山道とする橋が架けられていたために、池にも鳥居が建てられている。平安時代の1082年、岩丸地区に大干ばつによる農作物への被害があった時に、桂木の神社の神主が社殿で村人と共に、雨漕いをしたところ大雨が降り、 神への感謝に神楽を待ったことが、現在の岩丸神楽、町指定無形民族文化財の発祥であるという、史実が、ー賀城に残っている。稲荷社春、日大明神、猿田彦命、細女命、絹の根大明神三霊神稲荷大明神諏訪、大明神田原大明神祇園馬頭天皇、熊野権現場見、大明神若宮八万社3月15日記念祭5月5日、 春季振興祭9月第3日曜日、秋季祭9月30日、霊祭11月30日、新目祭り12月31日、除夜祭1月1日、元旦祭。ありがとうございます。